はい、皆さんこんにちは、アミと申します。パキスタンのスフィンクス、イタリアで見つかった巨人の墓、そしてインドネシアに存在する不思議なオブジェ、一見バラバラに見えるこれらの巨石建造物の背後には共通の超古代文明が存在しました。今回紹介するのはこれら3つの巨石建造物の謎とそれらに共通する超古代文明についてです。3つの巨石建造物に共通する超古代文明の謎、その鍵を握るのが日本人だったという驚愕の事実。その驚愕の事実は後半で紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。パキスタンで見つかった12500万年前の古代スフィンクスの謎。スフィンクスといえば、エジプトギザのピラミッドのそばにある人頭重心の巨大石像です。しかし、それよりも古いスフィンクス像がパキスタンで発見。地名からバルチスタンのスフィンクスと呼ばれるようになりました。バルチスタンとはパキスタン南西に位置する最大の州。そもそもバルチスタンのスフィンクスが見つかったのは偶然の出来事によるものでした。バルチスタン州のカラチとグアダルの2つの町をつなぐ高速道路建設の際、工事現場の作業員が奇妙な形をした岩を発見。その形がエジプトのスフィンクスに似ていたことから、バルチスタンのスフィンクスと名付けられ、注目を浴びました。それもそのはず、エジプトのスフィンクスとは異なり、バルチスタンのスフィンクスは自然の手によって形作られたからです。ここまで聞くと、バルチスタンのスフィンクスは人工の石造物じゃないと思われるかもしれません。しかしよく見ると、顔のあたりは人の手が加わっているようなのです。そのため、人工的な石造物が長年の風雨にさらされたことで形をとどめなくなったとも考えられます。仮にバルチスタンのスフィンクスが人工の石造物であった場合、エジプトのスフィンクスよりも古い可能性があります。エジプトのスフィンクスは今から4500年前に作られたとされるのに対し、バルチスタンのスフィンクスは推定で12500年前にまで遡るとのこと。そこで、バルチスタンのスフィンクスを元にしてエジプトのスフィンクスが作られたのではという人もいます。地理的に見ても、バルチスタンとエジプトのギザのピラミッドは6000キロほどしか離れていません。古代エジプト文明に影響を与えた超古代文明がパキスタンに存在していたかもしれないのです。そもそもパキスタンという国が建国されたのは1947年のこと。それまではインドの一部でした。この点、インダス文明最大の謎とされるモヘンジョダロ遺跡との関連性を指摘する人もいます。しかし、インダス文明よりもパキスタンに存在したかもしれない文明の方が古い可能性があるのです。なぜなら、もともとパキスタンはイラン人とヨーロッパの各民族の祖であるアーリア人発祥の地であり、彼らが南下してインド文明を起こしたからです。つまり、パキスタンの原住民こそが後のイラン人、欧米の白人種、そして北部インド人の原型だったのです。パキスタンがインドから分離独立したのは、パキスタン人が持つ大インド主義に反感を持ったからなのです。彼らにとってすれば、我々パキスタン人こそが世界最古で最大の文明の祖先だというわけです。さて、ここでアーリア人というワードが出てきましたが、ナチスドイツを連想された方も多いのではないでしょうか。偏狂な思想とともにオカルトに傾いたナチスドイツ。彼らは中央アジアにアーリア人の超古代文明が眠っていると信じ、調査隊を派遣したといいます。もしアーリア人発祥の地であるパキスタンに超古代文明が存在したとしたら、バルチスタンのスフィンクスはその遺跡かもしれません。次に、そんな超古代文明の痕跡がヨーロッパに存在した可能性について紹介します。イタリア、サルディーニャ島の巨石建造物から見つかった巨人の骨。イタリア、サルディーニャ島は高級リゾート地として有名な場所。地中海に浮かぶこの島は、神様の足跡からできたという言い伝えが残っています。この島には、紀元前2000年の昔に古代サルディーニャ島人が築いたスーヌラージ・ディバルーミニという巨石建造物の遺跡があります。階段ピラミッド状の建造物、世界遺産になったヌラーゲと呼ばれる円錐形の石の塔、そして20トンを超える巨石でできた巨人の墓が、なんと800基も存在します。この遺跡は複数の塔と壁と迷路で構成され、
3万トンの重さの巨石がモルタルなしで積み上げられており、どのようにして建設されたか不明。重機もクレーンもなかった古代世界において、これだけの巨石建造物を築くには人力に頼るしかないでしょう。もし巨人が存在すれば可能だったかもしれません。そんな巨人が実在していたかもしれない証拠が、2012年に巨人の墓から見つかりました。巨大な顎と歯、そして太ももの骨。これらを分析した結果、身長3メートルという巨人のものと判明。しかも驚くべきことに、それらは人間のものだったのです。地中海に巨人が築いた超古代文明があった。それを裏付けるため唱えられるのが、アトランティス文明は地中海にあったという説。アトランティス大陸といえば、今から1万2000年前に大西洋に沈没した幻の大陸。アトランティス大陸に初めて言及したギリシアのプラトンによれば、アテナとの戦争に敗れ、洪水により沈没したとのこと。地理的に考えて、アテナと大西洋上の大陸とはかけ離れているため、地中海に存在したのではないかというのです。そしてその候補地がサルディーニャ島。実はサルディーニャ島の巨石建造物は、紀元前1125年に突如として放棄されました。その原因は、彗星の接近により巨大津波が引き起こされたからでした。地球物理学者のステファノ・テインティ氏によると、彗星の接近により500メートルの大津波を引き起こしたと推測。これが原因でサルディーニャ島の文明は一夜にして滅んだという仮説を発表し、アトランティス伝説の元になったと考えています。以前このチャンネルでも紹介した巨人ネフィリムは、もともとアトランティスに住んでいたと考察しました。イタリアサルディーニャ島の巨石建造物の遺跡から見つかった巨人の骨は、ネフィリムのものなのかもしれません。そしてアトランティス文明とは、サルディーニャ島に栄えた超古代文明だった可能性が浮上してきました。それではサルディーニャ島に存在した巨人が築いた超古代文明は完全に滅び去ってしまったのでしょうか。実は彼らが築いた巨石文明の名残がインドネシアに残っているのです。次に紹介するのは、インドネシアのバダバレーの巨石像の謎についてです。インドネシアバダバレーの巨石像と日本のお墓の不思議な関係。インドネシアのスラウェシ島にあるロレリンドゥ国立公園内には、不思議な石のオブジェがあります。高さは5メートルほどの人の頭部を模したモアイ像によく似たフォルム。バダバレーの巨石と呼ばれるそれは、一見何かのキャラクターのようにも見えます。1908年に初めて発見されて以降、いつ誰が何の目的で作ったか一切不明。5000年前に掘られたという説、2000年前に作られたラオス、カンボジアで見つかった類似のものと関係を指摘する研究者もいます。イースター島のモアイ像のような太平洋の巨石文明の一部だという見解もあります。ところで、日本の縄文時代にも岩石信仰というものが存在しました。神社に祀られる岩倉と呼ばれる御神体。これら御神体とされる岩倉は一見自然石のように見えますが、研究者によると人の手が加えられているそうです。古代の日本人は石に神聖を見出したのですが、時代が下がり死者を弔う祭祀施設としてお墓が重視されるようになりました。お墓というものは亡くなった人を弔ってその心を鎮め、死者の心を祖先の霊に転化させ、子孫を守護する存在に導く施設だと言われています。これを祖霊信仰と言います。祖霊信仰は中国から仏教を輸入する以前からあったとされ、その証拠は全国に残る古墳を見ても明らかです。ただ、現在のお墓を尊ぶ風習は、縄文人の風習と仏教の混合ということです。話をバダバレーの石のオブジェに戻し、これらは祖霊信仰のための祭祀施設とは考えられないでしょうか。その根拠として、2021年にインドネシアで見つかった7000年前の10代女性の DNA があります。彼女の DNA はアフリカからこの地にやってきた最初の原始人類の子孫だと判明。驚くべきことに、彼女は別のアジア系の DNA も持っていたのです。アジア系の DNA を持つ人類がインドネシアにやってきたのは3500年前とされてきたので、彼女はこの地に住んでいた謎のアジア系の子孫でもあったのです。原始人類がアフリカ由来だとして、
それ以外に謎のアジア系の DNA を持ったグループが古くからこの地に存在していたミステリー、そしてこの謎のグループが縄文人の祖先だった可能性があります。縄文人の祖と言われる沖縄で見つかった港川人の化石を調べると、インドネシアで見つかった和若人に似ているからです。仮に縄文人のルーツがインドネシアで見つかった謎のアジア系のグループだったとすれば、日本のソレイ信仰のルーツは彼らにあったと言えます。それではどうして彼らは巨石信仰を始めたのでしょうか。最後に3つの巨石建造物に隠された謎の共通文明の正体と日本人の関係について解説します。巨人が作った巨石文明の継承者は日本人だった。日本人のソレイ信仰は縄文人の巨石信仰に遡り、そのルーツはインドネシアにいた謎のアジア系のグループにあったと紹介しました。この謎のアジア系グループが巨人ネフィリムの子孫ではないか、そのように考えます。最も古い遺伝子の Y 染色体に D 系統があります。 D 系統の東アジアでの分布を見ると、チベットが約 41%、 日本が 35%、 インド東部のベンガル湾にあるアンダマン島で 56% 以上という数字が出ています。ちなみにアンダマン諸島に住む原住民の話す言語は系統不明のアンダマン諸語で謎の言語とされます。そして彼らはすでに絶滅。現在住んでいるのはインド系と原住民の混血です。この D 系統は最も古いもので、東アジアでは 5% 未満しか見られず、それゆえ日本人とチベット人は東アジアで最も古いグループと言えます。それを示す証拠として、最近の考古学的研究では4万年ほど前にチベット高原に原始人類がいたとされ、3万年ほど前に彼らが日本列島にやってきたとのこと。インドネシアで見つかった7000年前の10代女性は彼らの子孫であり、謎のアジア系グループは日本人とチベット人の祖先でしょう。おそらくサルディーニャ島から東へ居住地を広げていったネフィリムのグループだったと想像します。他方パキスタンに定住したグループはアーリア人の祖になったと思います。巨人であり、しかも超科学技術を誇っていたアトランティス文明の手によれば、サルディーニャ島やバルチスタンのスフィンクスなどは容易に建設できたことでしょう。しかし突然の大津波により、ネフィリムが築いたアトランティス文明は滅亡。パキスタンやチベット、日本、そしてヨーロッパで彼らの生き残りたちが文明社会を再興しました。謎の石器文明はかつてのアトランティス文明を再興したい気持ちの表れだったと思います。どうしてその結論に至ったか、それはチベット密教や真言密教にあります。インドで花開いた仏教ですが、秘密の教え密教は日本とチベットにしか残っていません。作家の柴良太郎氏によると、密教の根本はなりたいものになれるという点にあるそうです。かつてインドではコブラに噛まれ苦しむ人がクジャクになるための呪文を唱え解毒ができると信じていたといいます。なぜならクジャクはコブラを食べても平気なので、人間がクジャクになれば解毒できると考えたためです。それがクジャク明王という仏の信仰になり、オン・マユラキランティ・ソワカというクジャク樹は密教の原型となった、しばしばそう語ります。おそらくネフィリムの子孫たちは失われた超文明を取り戻すため、アトランティスの巨石文明を模倣することでそれを取り戻せると信じたのではないでしょうか。それがいつしかソレイ信仰に変わり、巨石を崇める意味がわからなくなったのではないか、そのように推測します。世界各地に残る巨石文明はネフィリムの遺産であり、彼らの子孫が日本人だった。そして巨石信仰の名残が現在のお墓につながっていると考えるのですが、皆さんはどのように思われますか？いかがでしたでしょうか？今回はパキスタン、イタリア、インドネシアに残る謎の巨石建造物に共通する謎の文明を考察しました。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。